瀬戸亀夫は、日本の政治家、兵庫県滝郡篠山町長、初代篠山市長などを務めた、兵庫県滝郡篠山町出身、1955年、篠山農業高校卒業、1967年、篠山町農協生総年部長、1974年篠山町教育委員、1979年から篠山町議会議員を、 勤め1991年に町議会議長。町議は5期勤めた。1996年、篠山町長選挙に出馬し初当選。1998年、人口4万人でも、市昇格ができるように、大議士、谷陽一に伴われ、自民党、河野池義忠などに陳情を行った後、市政指向予見の特例の法改正が行われ。 翌1999年4月1日に、篠山市は人口4万人以上で、市政施行できる合併と例法により、全国671番目、兵庫県22番目の市として発足した。初代篠山市長に就任。市長在任中に、全国市長会計済委員会副委員長を務めた。平成の大合併を、他の自治体の先頭に立って実現させ、 合併推進の先駆けとなった人物である。行政では、市立中央図書館や清掃センター、篠山市民センターなどの都市基盤整備に尽力した。2007年1月15日、病気療養のために期目の任期を3ヶ月残して、市長を退任。同年9月4日、直腸癌のため71歳で死去した。兵庫県発行の農業に生きる若者の群像に、 農家生活に家族制度の良さを認めると題して29歳の瀬戸亀尾が描かれている。ありがとうございます。